はい、こんにちは。まえちゃんねるまえはるです。はい、今日はこちらですね。うん。手裏剣戦隊ニンニンジャーの忍手裏剣シリーズ03、キニンジャー手裏剣と忍手裏剣シリーズ05、桃忍者手裏剣です。前回ですね、青忍者手裏剣と白忍者手裏剣紹介しましたね。うん、はい、キニンジャー手裏剣と桃忍者手裏剣、それも紹介したいと思います。うん、実は一緒に買ってたんですけども、ようやく開ける形になりますかね。ごめんなさい、お待たせしましたね、シク、うん、すいません。ずー早くして早くしてよ、一分も遅かったね。そうですね、遅くお待たせしましたね、うん、はい、では早速開けていきましょう。うん、ではまずキニンジャーから開けますね。うん、いきますよ。よし。はい、きらめきのなぎ、キニンジャー。まあそういうことですわ。なぎは難しいね。はい、なぎは超難しいと思われる。ちょっとね、脱力風に言う。きらめきのな、きらめきのなぎ。実演シート取りましょうか、まず。はい。はい、取りました。じゃあまずこれ抜いたとこからやろうか。いくよ、じゃあ。おお、ちゃんとこれ光ってんね。うん。うん、じゃあ押してみてください。はい。あ、これはダンプ雷が走ってる時。ああ、そうかそうかそうか。なるほどね。うん、で、ここは相変わらず、お顔、手裏剣陣にもハマりますね。はい。はい、では次、桃忍者開けましょうか。はい。はい、パパはね、今のところ桃忍者好きかな。そうだった。そう。だって何気に一番強いじゃん、あの人。あ、何気に強いって思うよ。あのね、女の人が強いっていうのはね、ありかもしれないよね。うん、こちら桃忍者手裏剣ですね。きらめく霞、桃忍者。絶縁シート取ってください。はい、はい、はい、ありがとう。またこれセットするとこ変えましょうか。いきますよ。桃忍者手裏剣。はい、桃忍者手裏剣です。で、こうしてください。あ、これビューマルだね。ビューマル。なるほどなるほど。では忍者一番刀にセットしてみましょうか。はい、はい、まずはキニンジャーからお願いします。やっぱ同じだね。そうだよね。なんか気のせいかすごーく響いてるんだけど。本当？なんか気のせいかな。じゃあ次、桃忍者お願いします。寝ちゃったよ、同じだから。残念だね。まあ残念だってねってか知ってたけどさ。え、なんでスターソードガン出した？対決したいってことか。それ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 か、勝負だよ。違ったよ。ああ勝負だよ。よしよし、乗り換えだ。はい、それではですね、すべての忍手裏剣が揃いましたので、ちょっと順番に鳴らしてってみましょうか。エンジンお願いします。
おお、素晴らしい。本当にあれだね、この手裏剣6つをさ合体させた合体武器がいつか出てほしいね。うん、ね、それこそで買った意味があるよ、うん、ね。はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーのキニンジャー手裏剣と桃忍者手裏剣でした。